こんにちは、まーでーす。グラ様、やっていきたいと思います。これ、声取れてるかな？なんか心配になってきた。まあいいや。まずはね、無料召喚から。なんか最近さ、乾燥してるから、なんかね、すごい、喉が、なんだろう、酒焼けみたいな声だった今日朝やばかった。おりゃー、いやー今日はね本当に疲れたわね。疲れました。みんなもお疲れ。花の金曜日だよ。まあね、明日も仕事でし花じゃねえよって人もいるかもしれない。私も明日仕事、一緒に頑張ろう。やっぱね、世の中やっぱね、月から金、平日土日祝休みって人もいればね、祝祭日何も関係なくシフト制って人もいるしね。でも別にさ、世の中さ、シフト制が偉くてね、平日毎日働いてる人が偉くないとかね、そういうのってないと思うのよね。なんかみんなどこかでさ、なんかマウント取りがちだと思うんだけど、やめようね。マウント取りがちだから本当人間嫌になっちゃう。もうちょっとだね。はい、ということでね、なんかよくわかんないこと喋っちゃったんだけど、今日はね、こちら、日替わりランチ、デューク&ベリックということでですね、ちょっと変わるの早いよ。27から29までですね、ピークアップということでね、引いていきたいと思います。ちょっとね、疲れすぎてテンション高めですけど、よろしくお願いします。まあ、ベリックね、持ってる。デュークは持ってないね。でもさ、これさ、じゃなくて、他のマギドラキャラ入ってないんだ。一応持ってないから、デューク狙った方がいいかな。でも、ベリックは2体いてもいいのかい？いいよね。いきます。早速。もうね、石集めるの大変よ、これ。マジで。かき集めなきゃ。はい！演出は普通かな。1個か。この1個にはちょっと期待できないね、マギドラは。じゃあ何を願う、みんな。やっぱり虹玉かい。連携も嬉しいね。うん、全然嬉しいよ。うわっ、よりによってちょっと予想外だわ、これは。ダルギオンさん。まあ、覚醒というね、ね、あれを果たしましたからね、彼も。彼 ?Who is he?He かもわかんないよね。She かもしれないし。あー、疲れた。はい。錬金、やったー。これであれが弾ける。楽しい夢のドリームガチャが弾けるぜ。はい、ということで皆さん、今日からね、デューク&ベリックということで、待ってよ、次は、29、30までに石を貯めとくね、50個。いやー、辛いね。辛い。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。